日ドラム小山直也お誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。そう、本当に誕生日だった。じゃあ22歳どうぞお一言。あんまりこういうの得意じゃないんだけど、本当にね、22歳こんな予定ではなかったと思ってます。もうちょっとね、大人だった。俺10歳の時みんなそうじゃない？ 10 歳の時って20歳になったらみんな大人だと思うじゃんね。22分の1成人式みたいな。俺絶対これすごい頑張ってさ、ちゃんと稼いでるような大人になってるのかなと思ったらさ、こんなんだよ。はっ、おしまいです。頑張ります。